はえおめでとうございます。マジかなんで暗いんだよって思ったけどさ。そういうことです。そういうことだよ。なんか流してるし。そうね、吉田壮介くん、はい、誕生日30歳、ちょっと早いけどはい、おめでとうございます。ありがとうございます。てか撮ってる？それ撮ってるでしょうよ。マジか。そりゃそうよ。ゆきすけ番外編か。番外編でした、ね、完全にテンパらせるつもりでね、うん、やったんだけどね。マジか。大成功大成功。なんで暗いのかなって思ったらさ、うん、ねえ、そういうことか。そう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 。さすがにちょっと、うん、ビビった何かと、ん？あ、で、何？吹いたらいいこれ取れちゃう、吹いちゃおうか。オッケー。じゃあ、10代、20代、30代の初めってことだね。うん、じゃあ、記念すべき30代に向かってということで、うん、じゃあいきます。おめでとうございます。ありがとうございますね。さっぱり、ドッキリ、さっぱりさっぱり、サプライズ、ね、ドッキリでございますよ。混ざったね大成功かな。うん、ね、そうだねあれみたいな反応だったけど、うん、一瞬、ってなった。あーね、この、ほらうん、なんだろう、ろうそくのさ消える感じの匂いがね、うん、すごいいいよね。なんかこの感じ懐かしいな、うん、しばらくケーキなんて食べてないや。プーさんあっちとか言ってたんじゃないプーさん今どんな感じ。あ、プーさんね、でも特に溶ける感じではない、ね、珍しく蜂蜜がいないですね。蜂蜜、ね、食べたい。じゃあないっす。それプーさんじゃない。あれ違う。プーさん、プーさんが蜂蜜食べたいっていうの。そう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 。あれ違ったっけ。いや多分合ってる。いやもうなんかちょっともうなんかもうベジタブルの時では恥ずかしい思いしたんだからさごめん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 ね。さてさて、どうしたらいいこれ。まあ、とりあえず、うん、え、まあ、とりあえず切り分け、初めての共同作業といきますかはい、じゃあじゃあじゃあファーストバイトですか。ファーストバイト結婚すんじゃねえ、夏の本当だよ。ね、本当に本当だよね。じゃあ、俺が切りましょうか。じゃあお願いします。ちょっとね、袖がね、うん、そう、長袖しか切れないんですよ、うん、よし、ね、いきます。どっか、あ、ちょっと待って、うん、こいつはね、こっちがいいかな、ね、これはね、さば、うんうん、いちゃいけないですよなんか珍しいね、なんかこの何チョコ部分、ね、あ、パパパバカたれいこのネームプレート部分って割となんかこう薄い印象だったんだけど、結構しっかりとしたチョコね。ね、あ、大野助さんの桜が俺がとちったせいでぐちゃぐちゃになっちゃう。桜が潰れちゃったよ、ね、とんでもないでしょ。もうほんとね、本当に人の誕生日祝う気あんのかって話ですよ。あります。切ります。大丈夫大丈夫、伝わってます。ハッピーバースデーとかってえぞそんなに、うん、ちょっと待ってね、うん、そんなに硬いの。ハッピーバースデー、硬い硬いぞ、なにこれ、やばい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 、ちょっとね、端っこが出てっちゃう、出てっちゃう。ハッピーバースデートゥーユー、硬い、すげえ、なにこれ、硬い、中が、せい、あ、なんかもしかしてアイスとかになってんのかな、この硬さはね。これさ、しかもさ、真ん中切ったつもりなのに全然真ん中じゃないよね、これね、うん、まあ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 、いいじゃんね。プーさんとさ、うん、どっちがいい。あ、じゃあプーさん。プーさん、うん、だよね、うん、このピンクのなんだっけ、ピグレットだっけ。ピグレット、あ、出たどれ、どうしようかな。あ、じゃあまあせっかくだから、うんうん、おじくんこの一角を、うん、一角差し上げよう。あー、そういうことか。せい、勝て、いけるかな。ちょっとね、ほんとびっくりするぐらい硬い、うんね、これすあ、プンっつったらもうほんとに俺、いったこれ番組台無しですよ。すごいね。さてと、どうやって、ポテトさてと、テトテトポテト、ポテト、ポテトじゃねえし、ポテトじゃない ね甘いね。いきます。いける、ちょっと待って、いける、いけ、いけ、ちょっと待ってね、位置が悪いはぁ、はぁ、出た、はぁ、出たよ。あ、何、なんか、あ、いける、オッケー、いった、はい、もう、はい、大介くん、ふつけちゃう、うん、うしか映ってない、うんしか映ってもう、何をやってんだかねよいしょ、まあまあ、いいじゃないか。じゃあね、うん、俺も、うん、せっかくだからいただきつつですな、うん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 、スタッフさんの皿が来た。じゃあスタッフさん、スタッフさんにピグレット、よいしょ、いける、これは、俺がもらうの、あ、うん、よいしょ。
スタッフさん用の着るけども、うんうん、中が、あ、うわ、がっつりアイスだね。アイスケーキって感じ。アイスケーキ、なんか中がこれ、あ、本当だ、うまそう。チョコなんていうのこれ、チョコクッキー的な。そう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 、そういう感じ。アイスもうね、今ね、切ることに精一杯でね全然会話ができてないよね。いいと思うよ。ハッピーバースデー、はい、トゥーユー、グッチャッツ、よいしょ、まあまあまあ、いいじゃん、よいしょ、よいしょ。とりあえずじゃあこれは置いておきつつのですな、はい、どこかな映してるピグ、あ、ほらちゃんと映った。ピグちゃんもね、あの、大輔くんの誕生日を祝っております。あ、本当？というわけでですね、はい、なんで食べちゃいましょうか。そうだね、いや、じゃあ遠慮なくいただきます。いただきます。そして多分いただきます。今日ね、あの、切ることに精一杯でなかなかカメラ見れてませんよまあね、ちょっと待ってね。あ、ぐちゃってた。あ、隅っこの方がね、溶け始めてるらしい。うんうん、いただきます。うん、うん、うまーい。うん、うん、おいしい。うん、あ、うん、おいしい。いいね。大輔くんの誕生日はこんなに甘々なケーキを元にこう祝われるという。うんうん、僕お酒でしたけどね。うん。うん、うん、入ってる。そう、今ね、アイスコーヒーも入ってますよってそう、はい、こんなに入ってます。そう、アイスコーヒーとね、相性がいいですよね、やっぱね、ケーキとね、うん、コーヒーは、うん、ね。そう、僕ね、洋物は洋物とね、結構ね、うん、その昔からその誕生日ってなると、その実家でね、うん、あの、お寿司を食べるのが定番だったのね。あ、そうなんだ。そう、うん、っていうのも、なんだろう、まあ、多分そもそも僕がせがまなかったというか、うん、生クリームがそんなに別に好きじゃないっていうので、ケーキを食べるってなっても大体僕チーズケーキなんだよね。あ、そうなんだ。そう、ショートケーキとかじゃなくてチーズケーキ、うん、なんだけどこれさ、結構そんなに生クリーム乗ってないから、うん、割と好みというか、いう感じでしょ。スタッフさんが下調べしたんじゃないかな。なのかな、うん、ありがたい、うん、ね。これはすごくいいよ。したら、こんながっつりアイスな感じのケーキは初めて見た。こんなのあるんだって思った。ちょっともう一口食べてですね。うん、お、ポルトだ。そうだね、食べてるだけじゃ番組が成立しない。あー、いやー、ちょっと待って、うん、うん、わかる、知覚過敏ね。僕も食べる場所気をつけないとね、一気に来る。うん、僕もね、奥歯のあたりとかこの辺とかがね、ちょっとやばい。あもう全体的に言っていい気がする、うんうんうん、ピカチュウも気をつけるんだよピカチュウがさりげなくいるよ、うん、ね、ケーキ食べられないでしょ、ね、去年の劇場版、うん、ポケットモンスターの前売り券のね。でね、え、何、コーヒーの下にお手紙があります。あら、あら、前に僕とスタッフさんがやったやつですね。飛ばしていただいちゃいます。はい。じゃあ、よろしくお願いします。誰だと思います？あ、ゆきたさんじゃないの？僕じゃないね、これはね。もしかして通例のあの人かな？さあ、誰だろうね。じゃあ読みます。はい。吉達大輔さんへ。はい。いつもお世話になっております。ゆきすき番組スタッフです。そ、あー、ね、そっちか。あー、そうそうそう、OK、 はい、ね、僕もいただきました、うんうん、その時はありがとうございます、うん、ね、はい、続きいきます、うん、ささやかながらお誕生日のお祝い等と思いまして、うんうん、簡単にではありますがケーキをご用意させていただきました。はい、ありがとうございます。こんなね、素敵なケーキをね、プーさん、久しぶりに会ったね、プーさん。31歳になったので31アイスケーキです。あ、31のなんだこれ。なるほどね、そっか、オフィスの近くに。というのは冗談です。冗談なの？30歳ですよね。あ、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 そういうことね。あ、うん、なんか悔しいな。実際のお誕生日は7月31日ですよね。そうですね。なので、はい、31アイスケーキにしてみました。はい、31、そう、あのね、31日ということで、うん、31アイスクリームだよ、うん、ね、まあ、来年は31ですよね。まだ早くない？まだ29だし。そうだね、31だよ。はい、うん、冗談です。まあね、全然関係ありません、はい、こじつけです。だよね
いやでもちょっとドキッとしたさっきの話。とにかく、はい、7月31日にはまだなっていませんが、はい、30日のお誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。最近は暑い日々が続いていますが、うん、はい、どうかこのケーキで少しでも体を冷やしていただければと思います、うん、はい、幸いです。はい番組での大輔さんの立ち位置は、はい、聞き役がお上手でやや控えめ、そんなところが素敵だと思っています。 ありがとうございます。僕も思ってますあ、本当に、うん、でももう少し、はい、優しく穏やかながらも自分を出していった方がより一層魅力的なのではないでしょうか。はい、そうですねもうちょっとグイグイね、あのね、うん、前回のゆきすけじゃないですけど、オラオラ感ですね。オラオラ感ですねおい、聞いてっか、お、オラオラ、そう、こういうのね、今度大輔くんもやってもらいますんでね。マジ、こうご期待。ご、あ、お、はい、頑張ります。では続きいきます。イラストレーターとしても声優としても活躍を見せる大輔さん、番組はこれからもそんな大輔さんを精一杯応援していきます。はい。最後に改めて、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゆきすけ番組スタッフ、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらね、はい、食べる前に受け取っていただいてですね。はい、ありがとうございます。はい、頂戴いたします。お納めください。はい。いや、さてさてさて、30日のお誕生日おめでとうございますってゆきたさん言ってました、かっこ笑い。ん ?30 日って言った、ん、どういうこと。あ、俺40、まあ、読み間違えたってことね。あ、バカたれい、うんうんうん、まあ、最初の入りからちょっとね、うん、サプライズ仕掛けることに集中したあまり、うんうんうん、文字を間違えてしまったことを慎んでお詫び申し上げます。31日、はい、ね、本当によ。いや、もうじゃあまあ食べていただいてね。大丈夫大丈夫、うん、僕も逆にちょっとね、うん、なんかドギマギしてて、その間違ってることに気づいてなかった、うん、俺もね、読んでて気づいてなかったカンペで怒られました、うん、まあ、後でね、コピー録怒られると思いますよまあそういうもんだよねスタッフさん首かしげてますけどねいや、後で怒られるんだろうな、うん、ね、でもね、仲良くやってますんで大丈夫ですよ。はい、うん、さて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 、なんですか、飯食いますか。飯、いや、嘘です、それも冗談です。あ、うん、ちゃんと用意してあります。何が本当なのか冗談合戦みたいになりますけどもね、じゃあここでね、はい、仕返しをしたいと思います。仕返し、大輔くんの30歳のね、うん、抱負を聞きたいなと。抱負、30歳の抱負、抱負なんですか。僕はもう今を生きると言いましたから、同じのダメですよ、うん、そうだね、うん、そうだな、30、そうだね、うん、30歳を迎えてね、うん、とうとうね、名実ともにおっさんというかね、引き返せないところにもう来てしまったなと思いますね、はい、うんうん、まあでもね、やっぱりこれまで若干やっぱりまだまだ自分は若い子供だって思いながら生きてきたところが正直あるので、うん、30を超えましたのでね、うん、しっかりと大人としてのね、自覚を持って、うん、もうむしろ本当なんかもうすぐ死ぬんじゃないかなぐらいの勢いでね、なんか精一杯勢いよく頑張っていきたいなって、うん、なるほどね、思うかな、うん、もう時間1秒、うん、1分、うん、1時間もう本当もったいないって思いながら生きていければいいなって、精一杯生きていきたいなと、うん、今まで以上にね、うん、思います。なるほど、こんな感じでいいかしら良いと思います、はい、では頑張っていただいて、はい、さらなる大人を目指してね、そうだね、頑張っていただいて、うん、僕は今を生きてます、はい、でね、うん、僕からもね、うんうん、一個あるんですよ、うん、これ、それこれなんだろうね、プーさんよいしょ、アイスクリームケーキってめっちゃ書いてあるけど、よいしょっと、ん、違うの、し、あ、そっちそこにあるのこれが何なのかすごい気になるんだけどよではではでは、はい、お、2枚あるぞ、2枚、うん、では読ませていただきます。は、はい、大輔くんへ、はい、まずはじめに、はい、いつも本当にありがとう。
いやいや、こちらこそいろいろお世話になっております。いやいや、もう本当に普段思っていてもなかなか口に出して思いを伝えられない恥ずかしがり屋な雪田正史30歳です。はい、は過去笑い過去笑いね、常日頃からゆるっとしていて優しさオーラ全開な大輔くんを見ていると、たまに本人がポロッと言うような負の感情なんて本当に持っているのかな、うん、もしかして役者だからそんなキャラクターを演じているのかな。いやいや、まさかね、そんな得のないことを望んでやらないよなーなんて僕なりにぼんやり思いながら今日に至ります。はい、うん、そして来たる7月31日はついに大輔くんも30歳ですね。はい、そうです。少し早いですがお誕生日おめでとうございます。いや、ありがとうございます、うん、ああ、お互いもう20代って言えなくなっちゃうなんてね。全く時の流れとは、かくも残酷なものだなと感じます、うん、はいね。前に祝ってくれた僕の誕生日で大輔くんは、うん、男は30からと言ってましたね、うん、言ったね。今年からいろいろ変化が起こるといいな、うん、うん、でもきっと待ってるだけでは何もやってこないから、うん、お互いますます自分を売り出す努力をし続けていきましょうと。はい、レッツファイティン、レッツファイティン、レッツファイティンですよ。頑張っていきましょう。僕も負けずに頑張りますので、ね、さて、はいはい、こっからは堅苦しい敬語は抜きにして、はい、大輔くんといえばもちろん今や大の仲良しの声優であるのは間違いないんだけど、はい、実は俺の中でこっそり尊敬しているところが多くてね。ほう、うん、せっかくの機会なので少しばかり語っちゃおうかな。おう、うん、ぜひ。まず一つ目は、はい、好きなものに対して見せる情熱と真剣な眼差しだね、うん、うん、例えば今ツイッターで挑戦中のポケモンイラスト、 あれとかマジすごいことだと思ってる。いや、うん、ポケモンは今スピアまで書き越すんだよ。うん、そう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 、各ポケモン一匹一匹にちゃんと愛情が込められているよね。大輔くんらしいポケモンたち見るの実は密かに楽しみにしてるんだよ。あ、ありがとうございます。これからも頑張ってね。頑張ります。何匹書くのかな。151で終わらないよね多分ね。800? 今何体かな。807 2年以上かかるのかな。そうだよ、ね、毎日1日1匹書いてもそうなる。長い旅路ですよ、ね、大輔くんのツイッターチェケラーですよ。あ、うん、打ち込みます、うん、で、2つ目人柄。はい、うん、俺の性格ってば、うん、好き嫌いがものすごく分かれるらしく、うん、味方も多いけど、うん、案外敵も多いんですよ。まあそれはおそらく普段の振る舞いがチャランポランに見えて真剣さがあまり感じられなかったりとか、うん、行動がマイペースすぎるところ、うんうん、それから割とすぐに感情的になってしまうところかななんて思ってるんだけど、うんうん、大輔くんは全然そんなことなくてね、すげえなって。ああ、そうか、うん、そうか、なんか自分だとあんまり分かんないけど、うん、そうなんかね、いつもね冷静なんだよね、うん、なんかもうとりあえず怒っても、うん、一回ドシンと抑え込んで、うん、ちゃんと冷静に判断できるとかすごいなと思っててね、うんうん、逆に何も考えてないからそこ。嘘、尊敬してたのに。分かんないよ。続きいきます、うん、で、何をするにしても普段から真面目で真剣さが伝わるし、うん、行動もさ、ん、あ、ん、どうしたの。ちょっと待てよ、うん、比較的、うん、大輔くんもマイペースかもね、うん、まあ割とね。まあまあいいや、そこは置いといて。なんか嫌なことがあった時も、うん、さっきも言ったけど冷静で落ち着きがあって、うん、はい、静かに問題を解決しようと判断行動できるのは本当に尊敬してる。俺もそうあれたらなと常々思うよ、うん、3つ目、はい、長くなるからとりあえずラストで、ラスト、はい、演技の器用さとイラスト、うん、うん、やっぱここだよね。ですよね、うん。大輔くんご存知の方はそうだと思いますが、大輔くんの取り柄というか素晴らしさはどんな役を振られても器用に演じきる技量と知識、聞き心地良い滑舌、滑舌、滑舌、滑舌と発声はいつも役を選ぶと言われ続けている俺の芝居とは真逆の能力であり強さだと思ってるよ。もっと上手くなりたい。十分上手いんだよ、びっくりするぐらい。ただね、チャンスがないんだよ。チャンス、うん、そう、大輔くんもっとねいろんなところで知れるように僕らも頑張っていくので、うん、頑張って僕もドラマ CD で使うので、うん、ぜひ器用なね知識、深い知識から出てくるねあの素晴らしい演技をねどんどん知ってもらいたい。頑張ります。うん、何を言ってんだかっていう話ですがね、でイラストに関しては、うん、うちの作品のマリオネットクレイドルで初めて担当してもらったけど、うん、そこから
ことあるごとにイラストをお願いするたびにめっちゃクオリティが上がって仕上がってくるんだよね。いや本当に、うん、いやもうこれはね進化のスピードが半端ないわ、うんうん、マジでびっくりしてる、うん、かっこ笑い、かっこ笑いなんでその瞬間だけ微妙に棒読みになるいやでも本当に思ってる、ね、時間をかけて構成練って何度も訂正してくれて、うん、俺の作品を大事にしてくれているのはひしひしとひしひしと今日調子悪いね ね自分で書いた文章読めねえのかな逆に緊張してんじゃない、うん、自分で書いたやつだからそう恥ずかしいのかもひしひしと伝わってくるからめっちゃ嬉しい、うんうん、わがままな注文やら発注がいつも遅くてんわがままな注文やら発注がいつも遅くて、はい、本当に申し訳ない、いえいえもうなんか勢いで言ったから謝ってる風に聞こえなかったけどもどうかこれに懲りずにこれからもよろしくね。いやこちらこそ。最後に、はい、最初に会った時から仲良くなれそうな人だなとは思ってたけど、うん、その遥か上を行くほど仲良くなった気がする。うん、同い年だし、うん、思い出深いゲームとかも似てるし、うん、境遇まで酷似している人ってなかなかいないと思うし、うんうんうん、気持ちを理解し合える仲だから気持ちを理解し合える仲だからこそ、はい、これからも大輔くんとの絆は大事にしたいなと思ってます。はい、長くなったね。いえいえ、噛んだりしたもんね。まあうん、ね、ボロ髪だね。あっちダメなところも多い俺だけど、これからもよろしくね。はい、時折俺がボケた時なんかにふんと笑う大輔くんの癖が個人的にツボな雪田正史より。はい、ありがとうございます、うん、そうだね、なんか最近すごくそういうのが出るようになった。そうなんかそう、でもねこれ実は結構ね雪田さんぐらいなんだよやってるの。ファン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 そうそうそう、あれねバカにされてんのかなって思う時がね。いやいや違う違う違うないや、うん、個性的なんだよ。なんかこうギャグじゃないけどさ、笑わせるその空気感が。そういやでも本当ね、うん、ありがとうございます。いや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 、うん、いやだいぶがっつり書いてもらって、そうがっつり書いてね俺分かった、あのバキバキに台本用意すると、うん、うまくいかないですね。あ、うん、その流れでいかないとね、うんうんうん、いやでも分かる。そうだからこれ全部頭の中で思ったことそのまんま流れで言えばよかったななんて思えるまあでもねやっぱねお手紙はお手紙で渡したかったし、うん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 、これはこれでよかったのかなと思ってます、うん、まあでもねあのイラストね、どんどん進化してるって言うけどね、うん、やっぱり僕絵描くときってさ、そのもらうストーリーがしっかりしてないといいものって描けないタイプだって自分では思ってるから、うん、まあ、雪田さんの作ってるその作品のストーリーがいいからっていうねのはあると思うので。いやいやいや、まあでもね、はい、あの書いてもらう時にもさ、なんか少ない文章量だったとしてもさ、そこから掘り下げてさ、いろいろ書いてくれるわけですよ、うんうん、で後からあこのイラストこういう風に書いてくれたんだったら自分こうしてみようみたいな後出しの、うん、ストーリーみたいなのがね勝利がね、スタリーがね浮かんできたりするもんでですね、うんうん、まあそんなこんなでこれからスタッフと大輔くんと僕でケーキをごちそうになります。はい、はい、これなんだろうね。なんなのそれ。プーさん。うん、そうだよ。ああ、なるほど。ああ、そういうことか。そうそう。このケーキを。このケーキが。誰々様へ。そう、誰々様へってやつだ。そういうことか。ね。なるほどね。いやいやいや。プーさん、頭抱えちゃったよ。俺が。ほら、見てこれ。あまりにもボロクソで、ダメだこいつはみたいな顔してるんでしょ。もう、ほんとに。ダメだこいつはダメだこいつは今日はボロ髪だい。これ、俺かな。じゃあ、自分か。今日の俺が。あーやっちまった。でも笑顔なんだよね。うん、まあね、うん、そうそう、やっちまっても笑顔、うん、いいと思うよ。はい、まあそんなこんなで楽しんでね、長くなってしまいましたが、いえいえ、喜んでいただけたでしょうか。いやもうびっくりしすぎてね、なあんまりちょっと逆にあの喜びが抑え込んじゃってるかもしれないけどいやでもねすごく嬉しい。なんかこういう風に祝ってもらったの多分そんなにないからね。いや本当ありがとうございます。いやよかったです。うん、ではそのこれからもお祝いの宴は続けますが、はい、番組番外編はこれでとりあえずおいとまということで、はい、はい、それでは、はい、大輔くんの3、ね、いつもありがとう30歳誕生日スペシャルはこれで、はい、終了となりますバイバイでバイバイでバイバイでじゃあバイバイでいこうか。 OKOK、okay, okay、じゃあ行こう最後何も決めてないから ねいきます。じゃあ、はい、30歳大輔くんおめでとうスペシャル終了です。バイバーイ。
ありがとうございました。おめでとう。30歳頑張ります。僕も。